大きいぞ。3試合ぶりの一発、その余韻を楽しむかのように中村の第4号ツーランホームランが生まれました。4番中村、今シーズン第4号ツーランホームラン。左ヒッテドボール、梨田監督は随分心配していました。それでも昨日のゲームスタメン出場、そして今日はホームラン。なおもツーアウト三塁でローズ、いったか。ローズの大きな当たり、ちょっと先ですけどもね、右中間方向飛び越えました。第6号のツーランホームラン。中村が打ち、そしてローズが打ち、12対1としました。ローズの第6号ツーランホームラン、12得点。もうこの勢いは止まりません。左中間へ高々と打ち上げた、第40号カブレラに並びました。ローズのホームラン、左方向へ持っていきました。今年ローズにとってのお客さん、ミラバルから今シーズン4本目のホームラン、第40号が出ました。カブレラに並びました、ダフィーローズ。今シーズン5本目のホームラン。早い足取り、ローズが今ホームへ帰ってきました。1点差、4対3。これでローズがホームランダービー単独トップに立ちました。41号。ようやくローズらしさが戻ってきました。31号か。表情は全く変わりません。胸を張って今ダイヤモンドを一周しました。3点目、まさしくこれぞ皆がさん打った瞬間です。はい、センターの谷がね、スクラムの竹山君を上に見ましたよ。これはすごい。ローズの当たり。
モンクロスの一発スリーラン、今シーズン28号。この8回まで眠っていたバファローズ打線がローズの一振りで目覚めました。28号、左の藤田から昨シーズン55本の日本記録、それを上回るハイペース、ローズのスリーランで5対3としました。すごいホームランですね。平川さんは藤田の方が合うんだって話ありましたけれども、ドンピシャリ。これも逆球、ローズの打球は一直線にライトスタンドへ。あっという間にバファローズ2本のホームランで勝ち越し、3対1、ローズ23号のツーランホームラン。打球はライナーで大阪ドームライトスタンド2階席に突き刺さりました。ライトスタンドにまさに糸を引くようなライナー、打った瞬間にあっという間にこれも突き刺さりました。呆然とライトスタンドを見つめる星野、今悠々とローズがホームイン。ワンスリーになっています。しかしライトスタンド、今度こそは完璧、バックスクリーン手前の3階席、3打席連続ホームラン、第25号はツーランホームラン。今ローズがホームイン。ローズ1人で3発7打点。いやー、和田さん、はい、完璧でしょ、今度は。完璧でしょ、完璧ないでしょ。この攻めもやっぱり凡人逃げてましたもんね、はい、もうインサイド一つもないですもん、宇宙間だ、大きな当たり、飛び込んでいく中村の逆転ツーラン。昨日のサヨナラツーランに続いて松坂が宇宙間に逆転のツーラン。塚越打席連続ホームラン、2試合連続ホームラン、中村逆転の一発は11号。おめでとう。第1打席逆転のホームランを放っている中村、高く上がった、今度はバックスクリーンだ。
中でゲームを退きました。見事右方向へのスリーランホームラン。スイッチもずっとその打球方向を見つめていました。5試合ぶりのホームランで大阪近鉄バファローズが先制。打った瞬間でした、有田さん。久しぶりのその時のね、右方向をパック打ったなっていう感じのバッティングですよね。はい、入り方は一緒ですからね。先ほどとまっすぐ、初球まっすぐでした。中間に飛んでいきました。打点も39、ホームランも18、独走体制に入るか。水口がチャンスを作ってローズ返しました。追い込むところまではバッテリーが失投ですね。ちょっと両方のレフトに上がった、いい当たりだ。弾道低いライナー、そのまま飛び込んだ。中村典弘36号。ライナーでレフトスタンドに飛び込んでいきました。中村典弘のホームラン。中村今日2打点目。6対2、4点差になりました。これで中村99打点目。スピン上げた、高く上がった、そのままスタンドに行きました。ローズ第45号のツーランホームラン。ローズの昨日のホームランはもう打った瞬間に分かるホームランでしたが、今日は高さがあった分だけフェンス手前、外野手もゆっくりと打っていきました。しかし最後はスタンドにこの打球が迷っています。ローズのツーラン45号。これでカブレラとは2打点差、3対1になりました。またローズが皆さん上昇気流に乗ってきました、バッティングがね。結局ね、星野がね、先に通しそうなっちゃうと追い込んでしまったんで、絶対優勝するぞ。よっしゃ。史上かつてない助っ人タフィーローズ、炸裂するホームラン、そして
かつてないこの語学力。いでも出ろ我。完全無欠の関西人。そんなローズ、キャンプ中もサインをねだられ人気者。とその時、一つ一つお願いします、一つ一つお願いします。しっかり日本語。この日は日ハムからやってきた新相棒ウィルソンとキャッチボールと、ウィルソン大暴投。すると何してんねん、何してんねん。関西弁ツッコミに海坊主真っ青。この日はカレンダーの写真撮影。おどけるローズと視線の先には小野康さんと思ったら、アゴクラ投手。そして余計な一言。え、デブ？はい、お願いデブ、ジャマ。アゴクラ、邪魔者扱い。そしてこの日、邪魔者と目が合った。近づくローズ。するとカブクラ、アゴクラッシュ炸裂。そして一言、帰れローズ、報復開始と、はい、帰ります。おかげであっさり練習終了。